にちは、クルスです。本日は天神駅から徒歩6分の、東館マンション今泉に来ております。1980年の、築古マンションをフルリノベーションしております。早速行っていきましょう。行ってみましょう、うん。このチャンネルは福岡の賃貸物件売買物件をご紹介しているキラリブがお届けしています。福岡の物件探しのご相談は LINE アットからお気軽にご相談ください。じゃ早速室内を見ていきたいと思います。はい、ここがシューズボックスです。たっぷり入りますね。3人家族ぐらいでちょうどいいのではないでしょうか。高さも変えられるのでブーツも入ります。白基調ですごく柔らかい優しい感じがしますね。はい、本日もフルリノベーション物件にやってまいりました。なんと福岡の天神駅から徒歩6分の場所にございます、今泉1丁目の東館マンション今泉というところに来ております。 3LDK ですね。はい、まずは、平米数がですね、平米数が 63.36 平米の 3LDK になっております。じゃあリビングから見ていきたいと思います。築年数は1980年です。はい。ここが、リビング。リビングは大体15畳以上ありますね。 15.9 畳です。結構皆さん15畳以上で探される方多いので、まあ、十分な広さかなと思います。ちょうどモデルルームなのですごく分かりやすいですね。はい、こちらもキッチン、収納もソフトクローズになってます。はい、ビツクチコンロでトイレもしっかりついております。先ほどお伝えしたようにフルリノベーションですので新品です。今かなりキッチンがですね高くなってますから、はい、最初から新品がついてくるのはすごく嬉しいんじゃないですかね。こちらがデフロ自動運転のところスイッチですね。ちょっと変わった場所にありますけど料理をしながら操作ができますね。これにもたっぷり収納があります。下も収納になってます。食洗機はついておりません。ここも収納部分になってます。ここが白なのでいいですね。すごく明るくて伸びるタイプ。浄水器の設備もついてますので交換、定期的に交換していただければ使えます。1つ目の洋室 5.8 畳ですね。目の前も低い建物しか建ってないのですごく開けてますね。はい、そんなにこう中心地なんですが隣のマンションというか目立たないのはすごくいいポイントかなと思います。2クルスぐらいの広さの収納です。はい。このちょっとした収納が嬉しいですよね。でこちらが2つ目の洋室です。ここで5畳ぐらいですね。こちらにも収納がついております。きちんともうすぐ取り付けられるようにしていただいております。ありがとうございます。これ好きなポイントです。ドア可愛くないですかね。すごく可愛い。この黒もポイントの一つになってます。テレビ付きモニターです。他にも収納がついてます。
まりですね、4畳の洋室です。今なんかテレワークとかの方も増えてるかと思うので、ちょうどいい仕事、お仕事スペースかもしれないですね。はい、ここもサンクルス収納がついております。全部クローゼットついてるのは嬉しいポイントですね。ここもエアコン設置可能です。はい、ちょっと築年数が古い物件、エアコンつけれない部屋がたまにあったりするんですけど、ここは問題なく机付き部屋つけることができます。言い忘れてました。このドアもソフトクローズタイプ、思いっきり閉めてもゆっくり閉まってくれます。はい、変化した時にはちょっといいですね変化してもパーンってドア閉まらないから安心です。水回りでございます洗面所、はい、ここの女性が好きな光の洗面台はい、毎日のスキンケア、お化粧が楽しみになりますね。ドラム式も入ります。そしてこちらがお手洗いです。ここももちろん新品です。新品ですはい、収納もついております。お手洗いに窓があるのもいいですね。換気しやすいですね。で、お風呂です。全部統一してちょっと柔らかいナチュラルなイメージの物件でございますね。はい、ここも154センチの私が足が伸ばせるぐらいの広さとなっております。はい、お風呂の追い焼きもついてますし、蓋もついております。ここに手すりがあるのも嬉しいですね。シャワーヘッドも大きめですはい、一周回ってまいりました。物件の復習をさせていただきます。今回はなんと福岡天神駅から徒歩6分のマンションに来ております。おりました。はい、今泉1丁目の東海マンション今泉という物件でございます。はい、こちらが、63.36 平米の 2SLDK ですね。失礼しました、 3LDK。 1つの部屋が4畳になるので、一応サービスルームというところの、という内訳になります。はい、まあ、もう福岡の中心地ですのでお高いんでしょうという感じだとは思うんですけれども、はい、こちらの物件が、2890万円となっております。月々のお支払いは、住宅ローンが、地銀座の金利で 78,585 円、管理費積立金すべての費用を合わせまして 95,065 円となっております。はい、福岡の賃貸マンションでこれぐらいの広さがあったら、なかなかちょっと賃貸で住めないかなと思うので、こちらの物件もお得な物件でした。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ヒロリブでは賃貸売買の不動産情報を定期的に配信しております。売却のご相談も受けたまわっております。ぜひお気軽にご連絡ください。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。